はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日はこちらですね、先日ですね、鉄道博物館に行った時に購入してきたものです。これ E6系スーパーコマチなんですけども、ちょっと開けてみましょうかね。はい、中から出てきたのはこちら、わかんないか、これバームクーヘンなんです。すごい長いね、この長さのバームクーヘンです。鉄道博物館のお土産コーナーに売ってました。せっかくなんでちょっと、ちょっと食べてみましょう。こんな感じになってますね。ちょっとね、長いからね、取りにくいんですよね。切れちゃうかな、これ。よし、じゃあいただきます。うん、うん、普通のバームクーヘンですね。ちょっとパサついてるかな、少しパサついてるかなって感じですね。こんだけ食べるの大変そうですね、これ。ちなみにですね、同様に E5 系はやぶさのこのバームクーヘンも実は買っておりました。 E5 系はやぶさなんですけれども、こちらがね1両目でしょ。で次ね、これ9両目なんですね。で一番最後尾が10両目で、 E6 系スーパーコマチの方はですね、先頭車両が11両目、次が16両目、そして最後は17両目ですね。なので E5 系はやぶさのこう後尾車両と E6 系スーパーコマチの先頭車両をこうつなげるとですね、まあ、実際の走行をですね楽しめると。ちょっとやってみましょうか。デカミのセロハンテープを両面状態にして、こんな感じですね。これでこう長いね、ほら、おお長い。これで、あの前ね、鉄道博物館で見た、このハヤブサとスーパーコマチの連結をですね、家で、箱で楽しめると。こうね。おー、来た！出てきたよ！すげえ、ハヤブサと連結したよ。やっぱちょっと大人一人でね、これやってるとちょっとなんか寂しいですよね。ちょっと今日はね、夜に撮影してるもので、子供いないんですけども、ちょっとやっぱこういうもの撮影するときちょっと子供も一緒にね助けてもらわないときついっすね、大人だけでこれやるのね。はい、はい、ということで今回は鉄道博物館で E5 系はやぶさと E6 系スーパーコマチのバームクーヘンを買ってきたっていうお話でした。